しまうんです。すみません。何よ。笑ってたでしょ。私が助けてあげないと。あなたさえいなければ、ひつぎちゃんは今でもずっと私のそばにいてくれたのに。裏切り者がいるかどうかを確認するために。それ私たちのこと。困るな。そのクラン家に手を出されては。どこまで腐ってるのよあんたらI'm
多分見てる方も情報が多すぎて、はい、よくわかんないっていう感じだと思う、盛りだくさんでしたもん ね、 ね、はい、なんか気になったとこあります？僕あの飛行形態で、いやそれ気になりましたね、あれね、あれ、はい、あれ何ですか、すごいゆっくり、あれそうですね、なんかあのエピソード4になってからアクセサリーの位置とかを結構変えれるようになって、なんかバイクになってる人とか、結構 ね、たまにいるじゃないですか、ロビーで、はい、いらっしゃい、あれってなんかしゃがんでるモーションにうまく合わせて、しゃがんだ時にそれっぽく見えるようにってしてると思うんですけど、いらっしゃいました、いらっしゃいました、で、まあ、それはまあ結構なんだ工夫でユーザーさんやれてるところなんですけど、はい、あれをちょっとヒントに、あれもユーザーさんが応募してくれたあのロビー役なんですけど、まあ、こういう形で飛んだりとか、あのしゃがんだりすれば、はい、まあ、要は変形した風になって移動とかできるんじゃないですかっていうアイディアの動画があったんですよ、それをいただいたものをこちらでうまく、合わせてみて、だからあれ結構だからキャラメイクの時点で結構あの変形前提でいろいろなパーツのサイズとか位置を、置いてるので、だからすごい、ただの人がなってもあわなんないですね、なんか人間が普通にこうやってなんかあの変な感じになる、それも見たいですけどね、それをうまくアクセサリーを配置してくれると、はい、ああいう感じの変にみたいな、自分でちょっと工夫する感じ、前のそのユーザーさんがやってたやつはその座ってるだけだったんで、そうですね、移動とかできなかったか、あれは移動がこうできるんで、あのままで、いや面白いわ、結構でもプレイしてでもロビーで見かけてびっくりしましたもんね、え何これみたいなとか、あれが今度は動き回る感じになるってことですね、なるほど、今度は今度でそのキャスト以外で流行ったりしそうだね、ほんまやね、いろいろと、いや面白そう、どうやったらかっこいいかをちょっと追求してみて、はい、じゃあしっかり解説していただきましょう、はい、ではスライドお願いします、はい、まず PSO2S とのですね連動企画ということで、以前ですねジェネがあの登場したことがあるんですけど、今回はですねアネットが期間限定でロビーに登場いたします、アネットちゃん、はい、かわいい、期間限定のクライアントオーダーをですね、はい、出してくれますので、これをクリアするとパートナーカードが入手できたりします、あとですね、さまざまなアイテムが手に入る期間限定ショップも登場いたします、アイテムの中にはですね PSO2S マットとかですね、あとアネット枕ですね、抱き枕みたいな、あさっきねありましたね、そうそうみたいなのもありますので、セラピー枕とかジェネ枕とかもあるんですね、はい、それのですねあのシリーズということになります、はい、次お願いします、はい、そしてスクラッチ、ブリリアントウィンターということで冬物のですねコスチュームが中心となっているスクラッチになります、おしゃれ、まずは、はい、先ほど、登場しましたアネットのコスチューム、はい、なりきりコスチュームが、実装されます、そしてアウターのジャケットとかですね、まあ、コートとかいうものがいろいろレイヤリングで実装されまして、伊勢丹の袋みたいなどれがですか、真ん中のね、真ん中色違いがね、ちょっとそのカニ袋に近いですけど、ああ、はい、なるほど、あのあれのなんか芸人さんでああいう方もいらっしゃいますよね、いやいらっしゃいますよ、いらっしゃいますよ、はい、新スクラッチ伊勢丹です違いますよ、そのコラボじゃないですよ、はい、あと、まあ、あのちょっと流行って一時流行りましたけど和風ロリータ服みたいなものも実装されます、可愛い可愛い、可愛いですよ、でもあれで、あやめとこやっぱり、え何をやめたんですか、違うんです、私がさっきドキッと思ったのは、はい、あロリね、結構ロリロリなファッションなのに、ええ、さっき下着が黒っぽかったんですよ、なるほど、そのギャップが、あららと思って、妄想が加速してますね、はい、ららそういいなと思って、はい、そういうの、はい、いいですね、いいです、ピュアですね、ピュアじゃない、今汚れたもん、ピュアですね、やめてください、はい、やめてください、はい、はい、そしてですね、まあ、以前、ポスターが入るルームグッズっていうのが出たんですけど、今回はちょっと柱状のものがですね登場いたしまして、こちらのスクラッチではなくて、ファンショップに、置かれます、そして、スクラッチの回数ボーナスでは先ほどもお話に出ました、はい、飛行形態ですね、飛行形態で、これがですね、先ほどの、11月上旬の配信の方の料理をすると、この飛行形態っていうのが、はい、あの加策作なんですけども、まあ、それ以前にあの以前プロデューサー賞とかですね、最優秀賞のものはすでに実装させていただいておりまして、これで一応ですね入賞作品で実装するものは以上という形になってまして、実はもうちょっとで他にもあったんですけど、あのちょっとそちらはちょっと再現が難しいということもありまして、そういうのも、はい、入賞の中で、ゲームに再現するのは一応ここまでという感じになってますけども、ただ、まあ、あのロビアコンテスト自体には結構いろいろなアイディアが来てまして、そういったものを参考に今後似たようなものは出していこうかなとは思っております。なるほど、はい、次お願いします、
はい、ですね、エピソード4もですね、先日5章が配信されてですね、ひつぎちゃんがついに覚醒したりとかしましたけども、その後のですね、物語がということで、まあ結構物語もですね、エピソード4もいよいよ、佳境に入っていきます。仲違いしてしまっているですね、氷との対決の時がついに訪れます。子羊はですね、氷を救えるのかといったところがですね、注目の第6章となっております。またどうなるかです ね、これさっきのちょっとだけでもちょっとゾワってしましたもん。そうですね、なんかこう鳥肌が立ったというか、はぁってドキドキしました。そしてですね、エネミーとしましても、まあ、ダーカーの特徴を持つ幻想種というですね、地球に出てくるのは幻想種という、まあ、人の恐れがですね、形になったですね、エネミーがなんですけども、今度は多分ダーカーがなんか幻想種で再現されちゃうみたいなのがですね、出てくる。これもストーリーのですね、大事な。今までね、地球にはダーカーね、出てニャウが呼ぶとか以外で、そうですね、出てこなかったですよね。ですけども、それが出てくるっていうところもですね、ストーリーの注目ポイントになっております。どんな感じなんだろう。はい、はい、そして次、はい、ここからかなり細かいアップデート情報になっていきます。はい、そうですね、結構細かいのでですね、またアークスライブの方でもちょっと補填は補足はしていきたいなと思うんですけども、大きなところでこの中で言うと、一番ユーザーさんに反応がありましたのは、左下にありますマイショップ検索で、ね、全ての武器カテゴリーを追加というところがありまして、これですね、新生武器が実装された時に、旧式武器と新生武器をまとめて検索することができなくて、まあ、特殊能力を探したいんだけど、なんかそれぞれ別々で検索しなきゃいけないっていうちょっと手間があってですね、ユーザーさんから改善してほしいという要望を以前からいただいておりまして、それの対応を今回やらせていただくといった形になっております。あとですね、そうだな、補足するところと言いまして、あのマイファッションの機能があって、今もですね、名前は決めれると思うんですけど、今登録した後にもう一回決めるっていう、ちょっと二度手間になっちゃってるところがあったので、まあ、登録の時に決めれるようにしましたという感じの、まあ、本当にちっちゃなアップデートですけど、こういったことも、やっていきたいなということでやらせていただいております。はい、次のスライド。はい、3ボタンタイプの操作設定にですね、今まで武器アクションの、操作が設定できなかったので、こちらが対応されます。あと、まあ、レイドクエストをですね、レイドボス倒した後にですね、勝利演出ってあると思うんですけど、こちらロビアクがですね、今まで、設定できたやつが数が限られていたんですけども、さらに10個ですね、まあ、デフォルトのロビアクではあるんですけど、そちらが選択可能になってます。でこちら自分で設定しないと呼ばれないので、まあ、ちょっとこの格好でポーズ取りたいなっていう方はですね、メインメニューの方から設定いただければと思います。10個。そしてもう一つ、ライドロイドですね。こちらの、はいはい、ラスベガス実装の時に、ラスベガスでですね、ライドロイドっていう乗り物が実装されたんですけども、ちょっとですね、操作がかなり特徴的な操作になっておりまして、まあ、正直ちょっと難しいとか慣れないというですね、ご意見いただいておりまして、はい、それに対して、まあ、今までのものをですね、まあ、マニュアルとするなら、はい、まあ、ちょっとオートマといったようなものを入れていって行こうかなということで、大きなところとしましては、あのライドロイドって、まあ、あの前キーとか、あの武器攻撃がボタンを押すと前に進んで、もう一回押すと止まるっていうちょっと仕様だったと思うんですけど、まず前に進むっていうこと自体はもう自動でされるようにしようかなと。なるほど。乗った瞬間前にはもう勝手に進みますと。ああ、なるほど。で止まるときだけボタンを押しっぱなしにすると。はい、あ、やりやすいかもしれないですね。だから基本的にはもうずっと勝手に進んでいってくるんだけど、止まりたいっていうときだけボタンを押し続けると、そのボスターを押してる間だけ止まりますよというような、まあシンプルな操作になります。ただその代わり、あのジャストアタックブーストみたいなのがちょっとできなくなっているので、まあ多分極めると、あの今までのマニュアル操作の方が早かったりするのかもしれないんですけども、ただオートモードの方が割と安定はするので、あのちょっと慣れないなと思った方はこちらに切り替えて試していただくのもいいかなと。結構慣れちゃうとこっちの方が楽なんで、あのずっとこっちになっちゃう方も多いんじゃないかなと思います。はい、はい、当然あの切り替えできますので、あの好みの方を選んでいただければと思います。はい、そして次、はい、ギャザリングの拡張改善が行われます。ギャザリングできる範囲がですね、また白の領域地下行動が追加されます。そしてですね、改善といたしましては、レア素材のですね、ドロップ率をちょっと情報修正しようかなと思ってまして、
今までちょっ と,、リング用のです、ね、素材がちょっと入手しづらくてちょっと料理の素材ばっか出てきちゃうみたいなところがあったんですけども、うん、まあ、少し、まあ、リング用の素材が出やすくなるといった対応が行われます。あとフィーバーがですね、フィーバーに移行するタイミングがですね、今まで割と、25回くらいが最低保証で、まあ、その前に起こることもあったと思うんですけど、うん、もうちょっと早いタイミングで、発生するようになるので、まあ、フィーバーしやすくなると単純に思っていただければと思います。そしてリングが、5つ追加されます。ちょっと全部紹介すると時間もあれなので、ちょっと補足が必要なものだけにしますが、右上のですね L ジャンピングドッジというやつがあるんですけど、これまあハイジャンプする、アクティブスキルが使えるようになるものなんですけども、はいはい、今までですねあのアクティブスキルが使えるリングって、まあ、いわゆる R リングだけだったんですね。で、うん、今回初めて L リングの方にアクティブスキルが設定できるようになりますので、うん、まあ、これ装備するだけじゃ使えないので、サブパレットにちゃんとスキルを設定するのを忘れないようにと。あと、真ん中の L スローパイアクションというやつなんですけど、これあの動画ですとダガーのですねスピンだけ、スピンがゆっくりなんかスピンするようになってたと思うんですけども、うん、これファイターの武器全部なので、ダブルセーバーのカマイタチだとか、ナックルのスウェーとかも、ゆっくりになるので、まあなんでまあ、それぞれにちょっといろいろとメリットデメリットがあったりするんですけども、そのあたり、も、情報としてお伝えしておこうかなと思います。はい、ここは以上かな。はい、じゃあ次いきましょうか。はい、鑑定ショップとアイテムラボが拡張ということで、市場にコメントも湧きましたけども、はい、鑑定ショップに複数同時鑑定が追加されました。これはいいですね。これ面倒だったですね。いやすごい。ここのショップはお客様の要望を答えてくれますね。いやなかなかここまで答えてくれる店ないんですよ。本当いいお店です。今更かよみたいな。まあ、ね、まあ、以前ね、意見いただいてちょっといつか年末までには対応しますというお話をさせていただいたんですけど、なんとかまあ間に合ったかなと、その店にみたいな。はい、かなり便利になっております。うん、他ですねそれに合わせまして、また、鑑定の中でですね上級鑑定というですね別の鑑定を用意いたしまして、はい、この鑑定を行いますと普段の鑑定よりもですね良い結果がですね得られると。まあ、ちょっと強化値がプラスされてたりだとか、特殊能力のいいものがつきやすくなってたりとかってですね、うん、まあ、あの武器のアイテムの中身は変わることはないんですけども、はいはいはい、そのオプションでついてくる属性とかが少し良くなったりとかする形になってます。まあ、その分お金というか見せたものいただくんですけども、はい、なんかちょっとで、ただ今までってただこれスペシャルウェポンという状態だとあのリアリティが分からなかったじゃないですか。なんで、リアリティの高いアイテムですね、分かるよ、鑑定前に一応分かるような機能を同時に実装させていただくので、なんでスペシャルウェポンでリアリティが高い、あこれ星13以上だなっていう時に上級鑑定やっていただくといいみたいな。ああ、それも分かるんですか。はい、はいい店ですねここ。いやこれいい店ですよ。すごい、はい、はい、そして、かなりコメントの方でもなんだそれなんだそれって言ってかなり質問というかですね疑問のコメントが上がってましたけども、はいはい、まあ、特殊能力因子というものが解放されます、はいはい、じゃあ実装されます。これは何でかと言いますと、今存在するものも含めまして、新生武器をですねプラス13まで強化しますと、その武器にですね特殊能力因子というものがつくようになります。はい、でただこれ因子なんで、はい、ついてるあの因子が解放された時点では何の効果もないんですね。ほう、あくまでその因子がついたものを特殊能力追加の素材に使った時に特殊能力一覧に出てくる、要は素材化プラス13の武器を素材にする時に初めて意味があるっていうですねものになります。まあプラス13まで、あ、プラス35、すみません、35ですね、35、プラス35、失礼しました、プラス星13とちょっと間違えて、すみません、プラス35まで、強化した武器をですね、まあ、次の武器に世代に移るときにですね、ちょっともったいないなっていうときにですね、それを素材にいただくことで、まあ、その特殊能力因子を引き継いで、次の武器に世代交代していけるというような形になってまして、で、これ、因子のやつでは結構、強力なですね特殊能力が、因子でありますので、しかも結構高確率で、引き継ぎできますので、まあぜひですねプラスそのもしかしたら特殊能力因子が欲しくてプラス10あ35まで、成長させる方もいるんじゃないかななんて思います。さらにですね、PSO2S との連動ということで、ウェポノイド潜在もさらに追加されていきます。はい、
はい、そして最後ですかね、スライド、うんうん、はい、ソロエクストリームクエストの第2弾が、登場いたします。まあ、一人用のですね、高難度クエストということで、うん、今かなり独国軍令の天国と地獄ですね、はいはい、話題にはなってますけども、その第2弾ということで、今回もですね、かなり、高難度なクエストになっておりまして、主にエピソード2で登場したエネミーが登場いたします。最近配信されたばかりのエピソード4ね、エピソード4ですね、このエピソード4で実装されたエネミーが、メインになっております。最近配信されましたアムドスキア、アルティメットアムドスキアのエネミーも結構登場いたしますので、はい、そしてエクストリームパスですね、こちらがですね、今まで5枚必要だったんですけども1枚で済むようになります。はい、そして、こちらの報酬なんですが、はい、マテリアルというのがですね、入手できまして、うんうん、クラスごとにこれ入手できるんですけど、これで作れるリングがありまして、うんうん、このリングがですね、装備するとですね、まあ、定期的にですね、なんかそのクラスに合ったエフェクトが表示されるという、まあ、ちょっと自慢アイテムになってますね。で、一応パラメータ的にも結構強いものになってますので、まあ、ぜひこれをクリアしてです、何台もクリアしてリングを作って、まあ、自慢していただければなと思っています。すごい、はい、以上、11月下旬のアップデート内容でした。